ほんの一曲二本は今日だけ一本ドラマトンです。まだまだ点数上級平たいです。上野から初がトイツ、ちょっと縦横難しいですね。トイツが3組、まあ、縦ってトイツってのことですよね、はい、そうですね、トイツとか、はい、トイトイホーとか、はいはい、うん、お初、あれ火曜通りも2枚持ってるの。でもあれ白初チューン、初がそっか、もちもちなんですね。いやでもここじゃないですか、2メンツありますよ。萩原選手ですね、この曲は、うん、村上選手はトン、ね、ドラ重なったら一気にチャンスで、はい、いやこれ反対でいろんな様子が分かりました。はい、いや、かよもり第3弦チャンスがねちょっと見えますが、私たちの目線から実は岡田と初がもちもちというのが見えてる、はい、これが仕掛けますね。仕掛けて、はい、想像の本質なんかも見ながら一旦ワンを切ってですね、うん、ドラのトーン重なっても嬉しい、チューンを弾いても嬉しい、そういった手組みになってますね。やはりかやもりが泣いた時は高打点の香りがしますね。ちょっと怖いですよ、うん、ステヘもね 1,3,5 ってマンズね、もうカンちゃん2つランカンをね部分落としてますから、はい、何か狙いがあるなというね意思のあるステヘですよね。岡田は初統一以外だとちょっと厳しく見えますね。少しちゃんたぶくみにも見えますが、まだねイーソーイーピンと限定的ですし、ペンチーワンペンチーピンも難しいところですから、はい、そして下茶のかよもりが仕掛けている状況です。これもピン付きちゃいますね、はい、うん、まあ、染めてってバレちゃってもいいやっていうぐらいのいいですよ、はい、あれですか、あ、萩原選手じゃないですか。いいですね、これ6677ってシャンポンにも見えるけど、はい、ウーパーマンを2回引くと2つ目になるんですよね。はい、ウーパーマンどっちか1個引くと56677とか66778みたいな、うん、イーペイコーな形になりますよね、うん、2個引けたら嬉しい。嬉しい、高めイーペイコーチャンスのテンパイが取れます。かよもりは箱をポンしています。はい、ウーパーマン引けるか、萩原選手引きたいな。これ数層入ったらどうするんですか。数層入ったら難しいですね。あの、ね、ウーソーキルとローワンとチーマンのシャンポン待ちにもなるんですけど、それはもう拒否しましたね。なるほど、もうその悩みをね今断ち切りましたね、はい、断ち切りました。あ、チューン、これは村上選手だ。はい、チューンはかよもり1枚だけ持ってましたよね。はい、あ、ほぐしていきましたね。あ、ドラ1枚ここにこだわっていく構えですか、はい、このテンチーピンはこれでシュンつって横の手ですね、はい、ちょっとなんかも見えますね。うんうん、これ初がね、かやもりともちもちでも大丈夫かもしれませんね、はい、岡田になりますもんね、はい、岡田選手は現状、うんうん、岡田もまだちょっと上がり遠く見えます。初の行方が気になるところ、はい、実際はかやもり2枚ですね。もちもちわかんないですからね。わかんないね、こっち側でも最初からもちもちだからそうなんですよ、ね、どうしてもそのバイアスがかかってしまってるというか、はい、そうなんですよね、その通りで。あれ、これはもう一回、あ、でも小さく切ってる。はい、ウッパーマンが極端に薄くなりましたね。あ、だから一瞬考えたのか。そうなんですよ、フリテンですけどね、パワー1が間に3枚、ウーワンが2枚、5枚見えちゃってるんですよ。そう、岡田の3連打強烈ですね、はい、これウッパーマン、まあ、実際ね、あのちょっとかぶってしまっただけなんですけれども、はいはい、そうですね、うん、あ、第3弦、これ ね、どっちもないんですよ。そうなんですよ、もう普通に考えたらめちゃくちゃテンション上がるところ。さあ、萩原シャンポンもありますよ。現状確定しているのがピンフイーペーコ赤赤8000点です。8000点の闇点入りました。ウーパーワンです。これはでも闇点なら拾えるんじゃないかってことですか、はい、まあ、ちょっと場にね出過ぎていますし、ただね、このやっぱり萩原さんのチーワン手から出てきたのはもう皆さん反応してますね。6万を切っているのに自敗のなんやシャーよりもね、あ、ドラ出た、はい、ドラが出た。さて、かやもりはだって第3弦のイーシャン点ですもの。そうだ、でも村上目線はもうチューンを2枚持っている。そして岡田が初を2枚持っている。これはぶつかりましたね、はい、そして萩原のウーパーマンなんても誰も持ってないし誰も使えません。3枚丸々ありません、ね、そう、うん、白加冠するしない。さあ、ウッパーを引けるか。あ、気持ちの嫌がりとなるか。さあ、村上選手がそうですね、ドラをポンしたところです。はい、下目切ってないんでね。しかもこれね、イーソー切るとテンパイ入るんですよ、ね、村上イーソーポンして、この嗅覚でも自分8000点の勝負手ですよ、これ、うん、これは切っていいと思います。切った、ポン。さあ、元気なポンの声、リーチ以外の8000も元気な村上サブローピン待ちです。さあ、トンドラさん、これは大勝負、2人とも8000点、ぶつかりましたね。ぶつかりました。サブローピンは
サブローピンは3ピンがないですね。ローピンの方しか残っておりません。ローピンが2枚ですかね。2枚かな、はい、そう2枚ですね。ローピン2枚残ってる、はい、さあチーマン、いやもう村上には振り込みたくなさすぎるが自身も勝負手すぎるんだ。ウーパーマン対サブローピン、さあテロップの上に街が出ております、はい。大連ファン、ドリブンズファンはもうこの街の表示されている2枚を祈ってください。そうですね、うん、先週ここは対応、どっちが勝つか、どっちだ、溜めてくる、うわローピンだ、もうね、萩原も危ないゾーンって分かってるんですよ。いやもちろん分かってるんですけど、自身の満眼の両面、なんで降りれるんですか、これは素晴らしいんじゃないですか、本当に。なんで G1 はね、よっぽど嫌だったってことですか。そうですね、もうビンビンにもう完全にあのアンテナ立てましたね。危険な、もうなんかもう着地し、あーこれで初順山にないけど小三元の天敗です、ね、本日ですもんね、本日小三元。サブローピン減った、サブローピン減りました、1枚でも萩原が降りている、ローピンが1枚だけです。村上のあたり、はい、初順がもう山にないのが悲しすぎる、白をポンしています。加山自身もね、このシャンポンがないの分かんないですから、ハネマの天敗ですからね、ここは打点上にふさわしい手ですよ。さあしっかり対応しましたね、はい、さあ、いやでもこれお見事でした ね、 いや見事ですね、ローピン本当に当たっているっていうのがまたグッとくる、いや自分が座っていてね、マンガンのウッパーワン上がれそうだし、やめれるかなって。あーラスト1枚、これはもう無理じゃない、ここは、まあ、切ったら天敗なんですよ。でも茅森も完全にここ絶対嫌なゾーンだって分かってる、でも分かってます、ね、これが無理じゃないですか。ハネマン天敗でツモバンがないんですよ。そうか、いやー甘えないな、みんな大好きこれ、もう何これ、僕2回打ってますね。私も2回打ってますね。萩原さんの手配でも茅森さんの手配でも多分ね、村上さん2回報酬してますわ。私たち1万6000点失ってますね。じゃあいや素晴らしい、しびれる攻防戦でした。茅森も萩原もこれには納得でしょう。かっこよすぎません？いや、ツモ版ないとか、あのローピンめちゃくちゃ危ないとかも、いやもちろん分かるんですけど、はい、熱くなっちゃうこういうの。いや自身のこの上がりの価値がね、大きな、まあ、萩原さんに関してはまだね、順面も残ってましたからね、はい、上がりも十分見込めるところでしっかりね、やめる単力ですよね。